マツダ RX-8、RX-8、RXA RX とは、マツダが製造、販売していた、ロータリーエンジン搭載のスポーツカーである。2003年3月から2012年6月22日の期間、生産された。車両形式、SE3P。プラットフォームの形式名は引き続く FE 型だが、マツダのロータリースポーツ車の新規車種として、 設計、生産され、2003年に発売が開始された。搭載されるエンジンも、形式こそ従来と変わらない13バイト型であるが、ボードやハウジングを含めほとんどを新設計された、自然吸気型13バイト MSP 型、レネシス、RE ジェネシスの造語を搭載した。月間仙台の販売を計画した。RX-7 の後部座席は、 ワンマイルシートと揶揄されるような補助的なもので、乗員の長距離移動には不向きだったが、RX-8 では、アメリカ合衆国などの保険の関係により4ドアが、ホード側の絶対権であったため、大人4人が乗れるパッケージが求められた。しかし、4ドアにすると車体が大きくなり、重量も増し、ロータリースポーツの旨味である、軽快さがスポイルされてしまうので、前後ドアが、 観音開きになるフリースタイルドアを採用した。後部ドアのアウターパネルは軽量化のためにアルミ製とされた。後部ドアにはピラーと呼ばれるボディの上下を結ぶ骨組みが組み込まれたビルトインピラーを他社に先駆け採用した。これによって開口部拡大による車体の合成低下を防いでいる。後部ドアのドアノブは室内側にのみ存在し、 全部ドアが開くことによって初めて開閉が可能となり全部ドアが後部ドアをロックする役割も兼ね備えている後部座席への乗り降りにはフロント側のドアを先に開けることが必須条件になっている前席の乗員がいない場合には前席シートを倒した後で身を乗り出してフロント側ドアを開けることで観光者は可能であり助手席側後部座席には助手席シートを倒すレバーもついている 前席のシートベルトは後部ドアに取り付けてあるため、後部座席へ乗り降りするためには、前席搭乗者のシートベルトも着脱する必要がある。前述の通り、搭載エンジンはロータリーエンジンである。自然吸気、なとされ、排気ポートは市販ロータリーエンジンでは、初となるサイド排気ポートを採用した。これによって、レネシス RE はオーバーラップレートすることが可能となり、 従来のロータリーエンジンと比較して燃費も向上しており低速トルクも改善されている。吸気ポートは6ポートのエンジンと4ポートのエンジンの2種類が設定され6ポートのエンジンのレブリミットは 9000rpm タイプ S という高回転型ユニットとなっている。ターボチャージャーを配したことで伸びやかでストレスなくレブリミットまで回転するより ロータリーエンジンの旨味を引き出したエンジンとなった。ただし、サイド排気ポート方式には、排気ガスによって水温が上がりやすくなったり、燃焼室にすすが溜まりやすくなるという欠点もあった。このエンジンの元となったものが、コンセプトカー、RX-01、1995年、東京モーターショー展示車にも搭載されている。イギリスのエンジンテクノロジーインターナショナルが主催す。 インターナショナルエンジンオブザイヤー2003を過去最高の審査員50人中44人の得票を得て受賞した。エンジンの最高出力はカタログデータで標準モデル5速 MT、4速 AT が 210PS、タイプ E、6速 AT は 215PS、タイプ S、6速 MT250PS 以上マイナーチェンジ前の数値である。 マイナーチェンジ前の 210PS モデルは、吸気ポートが4つであり、215PS、250PS のモデルは 6π、吸気ポートが6つであるが、マイナーチェンジ後に、すべて 6π で統一された。また後期型は、ハイパワー版が 250PS から 235PS に修正されている。この理由は、レギュラーガソリンへの適合のためとされているが、 より実測出力値に近い数値に合わせたとも言われている。ロータリーエンジン搭載車としては、初めて電子スロットルを採用し、各種走行安定装置、電子制御も導入されたモデルである。なお、メーカーによる鳴らし運転推奨車種、取扱説明書に記載となっている。ブレーキキャリパーは、フロント、リアとも片押し位ピストンであるが、 フロントのディスクローター系はグレードにより体型となる。MT 仕様のプロペラシャフトはカーボンファイバー強化樹脂とスチールを組み合わせた軽量ワンピース型を採用。AT 仕様はスチール製。パワーステアリングはモーター制御の電動を採用した。マツダのスポーツカーに継承されてきたフロントミッドシップはさらに推し進めで、アドバンストフロントミッドシップレイアウト採用。 車両の重量配分は RX-7 の最終型である FD3S 型と同様に前後50対50の比率を確保しエンジンの搭載位置をより低くしたため FD3S 型よりも溶管性モーメントが5%低減され高い旋回性能を誇っている。安全面では国土交通省による衝突安全性の総合評価において運転席、助手席とも 最高ランクの6つ星を獲得し、ブレーキ性能試験においても、時速 100km からの停止距離が 38.6m、出順時は 44.4m と、この記録は試験を行った歴代全車両の中で2003年販売時点でトップであり、この記録は2015年現在も破られていない。一方、歩行者性能試験では、 頭部保護機能を持ったボンネットを採用しているものの、低いフロント形状の特性ゆえ、レベル1に止まる。軽量化のため、全グレードにわたって、スペアタイヤは搭載されず、パンク修理キットで代用している、テンパータイヤは販売店装着オプション。2005年12月13日放送の、プロジェクト X 技術者魂永遠に、振動タリーエンジン革命者に挑むでは、 開発者から家族4人で乗ることができるファミリーカーとして開発したことが語られいる。発売後、以下のようなトラブルが指摘され対策が講じられている。2008年3月10日、マイナーチェンジされた。価格帯は 215PS5MT の260万円から新たに追加されたタイプ RS の315万円までとなった。このタイプ RS には、 ウレタン充填フロントクロスメンバー、専用19インチタイヤ、ビルシュタイン車製ダンパー、レカロ車製シート、専用エンジンアンダーカバー、リアスポイラーなどが標準装備された。前後バンパーの形状変更、左右のフロントフェンダーの形状変更、ライトの形状変更、リアコンビネーションランプを LED 式に変更、リアのマズダエンブレムを省略。 バンパーの変更により全長は 35mm 長くなった。CD 値の改善。ヘッドライトの変更。サイドマーカーと一体化。デジタル表示。スピードメーター一体型のタコメーターには、可変レッドゾーンシステムが採用され、水温が上昇するまで、エンジン回転領域が3段階で表示されるようになった。ステアリングやセンターコンソールのデザイン変更。 純正 HDD ナビ変更。センターコンソールに音声入力端子設置。シートもサイドサポート部分などの細かな変更が行われた。すべてのエンジンが6ポート、6パイとなり、4ポートのエンジンは廃止された。中低速トルクの向上が図られた。カタログ記載の最高出力が 250PS から 235PS。ハイパワーモデルに変更された。 ノックセンサーの数が増やされ、1個2個燃料マップの変更により、レギュラーガソリンを使用してしまった時の対応範囲が拡大した。燃焼室へのメタリングポンプによるオイル供給も、インジェクターが2本から3本に増設され制御も、機械式から電磁式に変更され、細かく制御されるようになった。真冬と霊漢時の指導性改善も改善された。 マイナーチェンジ前の日本国内販売 RX-8 はシングルオイルクーラーのみであったが輸出仕様はツインオイルクーラーがあった。マイナーチェンジによりタイプ RS などの上級グレードにツインオイルクーラーが設定された。触媒とマフラーが変更された。オイルフィルターの位置がバルカヘッド近くのエンジン上アツからエンジン仮面に移動された。ウォーダーポンプも変更。 デフケースの冷却フィンの追加。オイルパンの形状変更。6足ミッションが、愛心性から自社性となり、耐久性が向上した。カーボン製シンクロの採用。6足モデルは、ギア比も見直しも行われた。サスペンションジオメトリーが変更された。具体的には、リアサスペンションアームの取り付け位置が変更され、バネレートも高められた。合わせて、フロント側は、 バルクヘッド部分にも固定部分を持つ3.4持タワーバーの採用でねじり合成をアップすると同時にスプリングレートを高めている。ブッシュスタビライザーも変更を受けた。スタンダードモデルは16インチホイールから新デザインの17インチホイールとなった。タイプ S も新デザインの18インチホイールを採用した。電動パワースでもソフトウェアのパラメータを変更し、 以前より優れたソーダ感を手に入れた。ソフトウェアは欧州、日米で異なり、欧州のものはセンターフィールを重視、日米のものはクイック感を重視という味付けの違いがある。助手席、インパネメンバー接合強化でステアリングマウント部の剛性感を向上。さらにドア開口部の接合強化やサスペンション取り付け部の板厚アップによって車体の剛性をアップ。 オイルパン下部に金属製アンダーパネルを装着して整流効果を改善した。またフロントタイヤ全部に装着されたリフレクターを大型化した。新設計の燃料タンクとなりタンクの容量が増加するとともにタンクのセンタートンネル部分に遮熱材が追加された。以上、出典は2011年11月24日発売の 限定車で2000台生産された。内外装の装飾品の取り付け、および内装品の配色の変更が行われた。駆動系やエンジン、シャシーなど、走行性能に関する変更はなし。水素ロータリーエンジン、ハイドラジェン RE を搭載した水素型 RX-8、ハイドロジェン RE が開発されている。ロータリーエンジンは、ローターハウジング内で、吸気、圧縮。 爆発、排気の工程が異なる場所で行われるため、早期着火によるバックファイヤーが起きにくく、水素燃料などのガス燃料を使用するのに適しているとされる。ただし出力が110割域と低く、水素だけで走行できる、航続距離も1 5 0トルと短いため、スイッチ一つでガソリンと水素を切り替えて使用できる、バイフューエル仕様となっている。2006年、広島県、 山口県岩谷産業、井出光高産に計8台を対応して行動試験走行が行われた。2009年からはノルウェーのハイナープロジェクトに参加30台を納入し、広島市にも導入された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。